ウルリヒやスパーゼーツェンウルリヒやスパーゼーツェンは、ドイツの旅行家である。アラビアやパレスチナを旅した。イエファーに生まれた。ゲッティンゲン大学で医学を学んだが、博物学や技術に興味を持ち、いくつかの論文で評判を得た一方で、オランダやドイツの各地を旅行した。1802年に役人になったが、未知の土地を旅行する情熱が高じて、 その年の夏にヤコブセンという友人と共に旅を始め、ドナウ川を降り、コンスタンチノープルで6ヶ月滞在した後、トルコのスミュルナに達した。ここでヤコブセンと別れた後、再び小アジアを通って、シリアのアレッポまで旅した。アレッポには1803年の11月から1805年の4月まで滞在してアラビア語を学び、旅に不自由しなくなった。 1808年から1809年に旅行記が出版され、パレスチナの東部、西部、市内半島の自然、カイロやファイウムに関する有益な情報をもたらした。最も有名な探検は、物恋に紛争して単身で行った、司海の周りを旅した旅行であり、1809年9月には、巡礼に紛して、カイロジッタに渡り、メッカに至った。アラビアで、 多くの旅を行い、現在のサウジアラビアのメディナからラハクに至る広範な地域を旅した。1810年11月にモッカに戻ってヨーロッパの友人に手紙を書いたのが最後の頼りとなった。翌年の10月にマスカットを目指して旅だったが、その2日後に遺体で発見された。旅行記に書かれなかった旅行を記述した書簡や論文の一部はフリードリヒクルーゼや アヒム・リヒテンベルガーによって出版された。シート線は植物の学名で命名者を示す場合に、ウルリヒやスパーゼーチェンを示すのに使われる。ありがとうございます。